テレビアニメ馬娘プリティダービーシーズン3、里のクラウン役の鈴代さゆみです。はい、ということで、私が演じさせていただいております里のクラウンちゃん、ダイヤちゃんだったりシュバルだったり、キタちゃんだったりとかとお話しすることも結構多い女の子でありまして、まくらちゃん的にはすごくお姉さん気質というか、みんなを引っ張ってくれるような一面もありつつ、なんか自分自身もすごく軸がしっかりしていて、自分に対しての自信もちゃんと持てるような、女の子だなというふうに感じております。そんなクラちゃんなので、結構私もこう演じているとクラちゃんっていう役に引っ張ってもらえることもすごく多くて、そういう意味でもすごくかっこいいお姉さんだなと思っています。そんなクラちゃんなんですけれども、レースではどんな熱い姿を見せてくれるのか、いろんなシーンが見られるかと思いますので、ぜひ放送を楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。ということで、テレビアニメ馬娘プリティダービーシーズン3、放送まであと2日です。ぜひ見てください。